面鳥鳥星鳥寿司の鳥を務めていただきますのは、鳥を務めていただきますのは炭火正規焼き鳥バンドでございます。どうぞ。Thank you.
強い曲は、みんなも酒飲みならあるでしょう。覚えてないっていう曲です。I know what to do.
飲み会っていうことで、飲んでる歌ばっかりで撮るけど、あの僕はあのブルースが好きで、ブルースが好きなんですけど、あの漫画の孤独なグルメなんていう食べ物の漫画も書いてますけど、あの、ブルースも好きなんですよ。で、食い物とあのブルースは共通点があることに最近について、ブルースがなんでいいかっていうと、王様でも小人でもブルーな日はあるっていうのは、ね、万人共通なわけですね。で、食い物っていうのも王様でも小人でも 5,6 時間ほっとくと腹が減ってくるってことですね平等だってことだ。でも、もうブルースは本当によくてね、もうそんなあのブルースはよく虐げられた黒人の中から生まれた悲しみのなんとかだとか言うけど、それだけだったらやっぱり今まで残ってないと思うんですよ。それがなんで残ってるかっていうと、そういう、あ、朝起きたら俺の彼女がいないとかいうのを、あの楽しいウキウキするようなね、誰でも自分の彼女がいなかったり彼氏がいなかったりしたらブルーになりますよ。それはそれ、朝起きたら俺の彼女がいない、あ、朝起きたら俺の彼女がいない、だから寂しいジョンソンさんは叫びたいさっていうのが、まあブルースの三拍子ですね。まあその提言があるんですが、それをウキウキするようなリズムでやるのがポイントだと思うんですけど、僕はそれを、5歳児に託しました。5歳児だってブルーな日はある。5歳児のブルース、ショベルカーブルース聴いてください。
て、あの音楽もやってるんで、それどっちが主だって言われると両方なんですよ。だからそんな僕の曲でミュージック&漫画っていう曲になります。しようと思います。Isn't she lovely?Yeah, I'm on
の代わりです。この鳥居生は本当に渋い生でしたね。あのさっきあの、ちょっとあのリハの前後に行ってきたんでしょ。この鳥居生の渋い生でしたね、それで鳥居生に捧げて渋い生行きた。ちょっと行ってちょっと行ってきた。ちょっと2時間半ぐらい行ってきた。学校楽屋でしょ。鳥居生からこっちに来る前に攻め込んでいくっていうね、攻めの鳥居生をやってみました。そんな鳥居生に捧げて渋い店見つけたっていう曲を。I'm not afraid to die.
緒で内緒で内緒で内緒
親父だな。俺の息子みたいなことじゃないから。それでドラムスピーチ。皆さんどうもありがとう。みんなで楽しみに飲みましょう。どうもありがとう。